マルサンホビー動画チャンネル3月30日ラジコンの魅力的な再入荷品等多数入ってますので今回はもう幻の新製品の TA08R をはじめあの再入荷の商品があのかなり入ってますのでご紹介いたしますえまず再入荷のトップバッターですね TA08R。もうあのー 初回生産分がもう全然たりなくてですね、あの全日本全国にあの全然あの買いたいけど買えなかったっていう人が多数いらっしゃる方があの多いと思いますんで、えー、幻の新製品と言われてます、あの車の性能自体もすごくいいものですからあの、おすすめしたい、えー、と再入荷の、えー、一番人気ですね、でこちらの方はあは以前、開封動画もしてありますので、ぜひそちらの方もご参照ください。 こちらも再入荷が待たれてました横物 RD2.0 ドリフトですね、あのー、こちらは YD2 の発展型で第3ロット目になりますけれどもいまだにあの勢いが衰えない大人気の組み立て式のドリフトカーの二輪駆動になります、えー、こちらの方も以前あの開封道具をやってありますけれども本日入ってきたのはジャイロンなしの方になります でもこちらの方は非常に、あのー、生産数も少なく、あのーえーと、ジャイロ付きがですねあのまだひとつぐらいあのかかりますので、ぜひ、あのー、こちらの方で、ジャイロは他社製でもあのお使いになれますので、えー、とお勧すすめしたい二輪駆動の今のドリフトカーの組み立てキットです、えー。こちらも再入荷で、全の F1 のコンバージョンキットですね、z f c 0 1 4ューチャーになります。こちらは えー、全の独自の,あの開発で、えー、作ってますタミヤの103ベースの、えー、究極の F1 の車体になります後ろの方が12分、あのー、1のサイズの、あのー、サスペンションのリンク式を全部使ってますので、あのー、全の F1 の103ベースの中でナンバーワンのコーナリング性能を誇る、えー マニュアル向けにはなりますけれども、あの103と同じあの穴とか使ってますからサスアームとかあのほとんどの部品が使えます。リア周りはちょっと別なんですけれども、トータル的にあの103ベースでより速っていうとこれが今新製品でナンバーワンの再入荷がやっと入ってまいりました。 えこちらが今100グラム以下のドローンで大人気品のラ・ッシェロですねあの g o r ースでえーやってますあの特徴的にはあの前にもご説明しましたけどあのこのクラスで,ですねあの初めてブラシレスのモーターがついてますであとあの室内でも安全なようにこのえ柔らかいタイプのあのフルガードのえープロペラあのガードがついてますのであの非常にあの パワフルで 80g ぐらいなんですけれどもよく飛ぶ、えー、と今の、えー、とドローンで一番ドローンでなんかあの性能いいの欲しいなとズバリこれです。これが全部セットになってますのでおすすめの,あのセットになりますえつづ。続きまして部品になります。えー、まず一番人気の、えー、G-Force のブラシレスのモーターセットですね。こちらは、えー B の0370ですね13.5ですね17.5と13.5とあのセットはありますけどこちらは13.5のタミヤコネクター付きのモーターとブラシレスのセットですからまずドンピシャリ普通の人があのブラシレスにこうやってみたいなという人にはツーリングカーからあのバギーまで、えー、こちらの方があの一番おすすめのセットです、えー、非常に使いやすいものですねであとこ同じシリーズでこちらが、えー ブラシレスの、えー、2ピンコネクター付きのタイプでこちらは G の0373ですね17.5のモーターセットで長く遊ぶ人にはこちらの方があがおすすめの商品ですえとこちらが、えー、バッテリーで G ホースの大人気品のリポのバッテリーの、えー、7.4ボルト 4250C で、えー、と2ピンコネクター付きですね えと大容量の、えー、とモデルで特にやっぱりあのバギー系とかドリフトあとはあの強小のフェザー系なんかはドンピシャリであの、えー、ハイスピードで、えー、とサーキットとかも走れますであと手軽なタイプでリポなんですけれどもこちらがハイテックシリーズの7.4ボルトの、えー、3000ミ、mm、リですねでこちらは、えー、と2ピンコネクター付きになってます なかなかあの4000クラスはあ,のあるんですけど3000クラスで2ピンというとまずないんでこれ結構貴重なモデルですねであとこの4000シリーズで4200でこれはハイテックの7.4ボルト4200で、えー、と一般的なこちらの方はあのタミヤコネクタ仕様になっていますえであとこちらの同じく4200シリーズで、えー、2ピンコネクタ付きのタイプになっていますですからこちらもあの ハイスピードなタイプのフェザーとかあのバギーなんかにあの特にあのうあの打ってつけで4200ですからあのかなりあの時間が、えー、通常でしたらあの30分近く走りますのであのおすすめのバッテリーですね。でもうこちらも定番になってますね。あの修具が久々に入会しました。もうこれは1本持ってればあの前にもご説明しましたけれどもボディの補修だとこれが一番。 あのー、的確でもう10年以上前からもうあのーえー、とこちらのみっていう感じになってますねあとやっぱりあのバッテリーとかサーボの工程なんかにもこちらの方で工程して外したい時はマイナスドライバー入れてくっとひねるとパリンと取れますからあのー、ラジコンをやってるエンジンか電動か、えー、とポリカーボネートを持っている人は特にこれは絶対に必要です。で あの最近流行りのバギーのタイプでリアウィングなんかはやっぱ転がると取れちゃうんですけどこれはあのタミヤさんのプラスチックのウィングでもこれで練り固めると一晩経つとそれで走行ができる優れものですからぜひまだあの試してない人はあの1本持っておいて損はないあの非常に安定した修理剤になりますねであと続きましてこれが前の F1 のシリーズのえっと ローーールチューブダンパーですねこれはあの,、えー、前のシリーズの F1 シリーズの,、えー、あのカーボンアッパーデッキ2っていうのがあるんですけれどもあのそちらの方の、えー、とちょっと分かりづらいんですけどこのちっちゃいダンパーを使ってグリスを塗ってあの仕上げるタイプになってます。 であとこちらも全、えー、の F1 のシリーズでこれは F1 のアップライト F103 ベースのタイプでおすすめでトレールの 1.5mm ですでこの他にトレールが 0mm と 3mm とあって操縦が不慣れなの方はあの安定を取りたいという人は 3mm ですで一番クイックだと 0mm なんですけどちょっとクイックすぎるという人はあのこちらがあの、えー、ちょうどいいんであの慣れない人なんかだと 3mm からスタートしてください えと通常の人だとあとは1 5ミリであのかなり操縦特性が変わりますであので結構これで軽量化とあの剛性も上がりますであのでスペーサーでこう車高も調整もできますのでかなりこれ優れものになりますであとは、えー、とこれがめったに入ってこない珍しいもので強小の,の、えー、KE25、えー、エンジンになりますでなぜこれが珍しいかっていうとですね これは8分ののタイプになりますんであのでリコイル付きのエンジンはこれだけなんですね今、OS でもあのリコイルなしのタイプばっかりになってますんであのでリコイル付きで、えー、スライドキャブレターであのこの SG シャフトですね。ですからあの排気量が大きい分あの特にレースとか関係ない人はあのインファーノの8分ののバギー系とかで特にあの マッホースとか u s a 1のリコールスターターでしかできないモデルがありますのでエンジンはどうしてもナレーションから始めてエンジンを育てていくものですからスペアは絶対に必要なんですね。なかなか入ってこないエンジンですから今実際走行している人なんかでもリコイルとかエンジンも寿命がありますので元気なうちからでもスペアは用意しておいた方がいいエンジンで。 あの特に u s a は1マットホースだとリコイルなしだと,あの、えー、と車に乗っけられてもスターターする手段がないもんですからあのこれ一択になりますんで、えー、と非常に珍しいものが入ってまいりましたので特にあの、今日は共の8分の1系とかを持っている人にはあのおすすめの使いやすいエンジンで通常の方でしたらこのくらいのパワーでも十分という人が多いんであので、まあ、やりやすいリコイル付きで 後ろの排気でスライドキャブレターと扱いやすいタイプになってますのであの結構、あの強小の,のエンジンっていうのはあの指導性がよくってあの扱いやすいところがありますのであとはあの OS のハイスピード段から圧縮が強いものですからピストンを上に行くとあの非常に硬いんですね。これはあの まあ、柔らかいというわけじゃないんですけれども使いやすいあのおすすめのエンジンでスペアを含めてお持ちの方は是非あのおすすめしますで強潮のフェザー系でいろいろいじりたいっていう方が多いものですからこれはあのデフケースになりますであと これは、えー、といつもいつもあの定番でよく売れている 6V の,の1600ニッケル水素のバッテリーになります。でこの俵型になっているのは単三電池4本の電池ケースと全く同じサイズですから教書のインファーのシリーズなんかにそのままあのメカボックスにポンと入りますんであのでこちらの方が一番あのやりやすいタイプでタミヤ系のエンジンカーでも炭酸電池4本のサイズが入るものでしたらこれ入りますので。 これの別にあのストトレート型も取り扱ってますニッケル水素ですからニッケル水素対応の、えー、充電器を使ってコネクタがあのこういうユニバーサルコネクタですからあの2羽でも3羽3でもどこでも合います。であの充電の,あのアンペアなんかを決める場合は2アンペアでやってください。 でこちらもこれはベベルシャフトって言って強小のフェザー系なんかに使う軸によく使ってかなりこれあのいろいろ8分の1に至るまで使ってますんでデフギアのところでギアを増やしたいなんていう人は必ず必要なシャフトですであと先ほどのデフケースに合わせてデフパッキンがないとオイルが漏れてしまいますんでこれもあの、えー、スペアであのこのケースを使う時は必ずこれが必要ですんであの で組み付ける時はこれはの紙系のパッキンなもんですからあのオイルをこうやって塗ってやると貼り付けがなくってあのやりやすいですからでそのその中に入れるこれがデフギアセットになりますあのー、えー、と強小だとですねシャフトがあの1本入っててこの小さいのを2つしか使わない時もあるんですけど実は十字で4個使える,るようになってますんでこれはやっぱあの、えー、フェザー系できっちりやりたい人なんかおすすめです ここちらもののタイプでこれは、えー、と10ククラスのエアクリーナーナセットになります今なかなかエンジン系のこういうあのフィルター系なんかもなかなか入ってこないもんですからこれは口径があの小さいタイプのでになりますから12でもあの OS の12の TR とか口径が大きいエアクリーナーもありますんであの、えー、とこれが10分の1のタミヤとか狭小、えー、の10分の1なんかはこちらがリコリ付きのエンジンの 昔のタイプなんかを持ってる人もいますけどこちらの方のサイズになりますのであのー、ちょっともし分かりづらかったらあのキャブレターの光景をの、あのあモンサシとかで測って確認してくださいこれが強商の10分の1のオンロードによくついてるエ、えー、アクリーナーセットになりますもうこれ消耗品ですからやっぱ多めに持ってないとだめですねあとこちらもこれはあの t c サスアームセットになります京商の フェザー用のあのサスアームですから、えー、最近もうあのオンロードからあのラリーカーまで発展してますのでこういうのはスペア含めてやっぱり持ってたいとこですねあとはこれはまあ珍しいですけど狭小のミニッツバギー用の修理用パーツのサスペンションロッドセットになります結構力がかかってあのスピードがかなり出るものなものですからあのこういうのはやっぱ破損するときもありますんでこういうものもあります あとはあのこういういのも入ってますこれはあのハイテックのフロントナックルですけれどもハイテックの時速50キロ70キロ出るあの小さいタイプの、えー、ブラシレスとかブラシのタイプのバニーのシリーズで14分の112分の1とかに使うタイプでほぼ共通なんですけどこの辺はやっぱ破損が多いんでやっぱりスペアが欲しいところですねでこれがそのシリーズのドライビングのタイプのタイプ、えー、とサスアームになります やっぱりこの辺はあのすごいスピードでぶつかると小さい車とはいえやっぱ破損しますんであので必需品ですね。でこちらはそのやっぱ同じシリーズのオイルダンパー系の,あの、えー、消耗パーツのオーリングとかダンパーのところのパーツですからこれも絶対あと思ってる人は必要です。えっとナックルとペット であとはこれが、えーとですね、あの京商の、えー、とミニツバギー用のサスピンセットになりますねこれもやっぱりスペアパーツになりますけれども物が小さいんですけれどもやっぱりこの辺がややらかく動かないとだめなものですからこういうのもおすすめですね。でこれは、えー、京商のタッピングのサラビスの M2.6mm の太さで長さは 12mm で六角レンチで締めるタイプになってます。 この皿ネジの,あの、えー、細いネジでプラスでやるとですねすぐ頭がダメになりやすいんですねこれは六角レンチで締めないとあのかなりきついんでこれは多めに持ってた方がいいあのパーツですでこれは G-Force の X 断面オーリングになりますであのオイルダンパーの,あの交換用のものなんですけれどもやっぱりこれはシャフトが 3mm の タミヤとととかかか、まあ、ホースとかみんなそうなんですけれどもそれの汎用のタイプになりますんで通常のやつより、X、あんま溝掘ってあるもんですから油がたまりやすくてですねあのすごくあの作動は滑らかになりますんでこれも一応おすすめの消耗パーツになります。であとは細かいやつなんですけどこれはですね何に使うかっていうとあの急速充電器であの先ほどの例えばあの 受信機用のニッケル水素のバッテリーをつなげるときの,あのコネクタとかになりますんであので家庭用コンセントで時間がたと待ってられないって人は多機能な充電器でやるときはこういうものが必要になります。であとはこれも同じく、えー、と急速充電器にあのつなげるタイプでエンジンのプラグの形をしているんですね。ということはあのポケットブースターですね。 のあのこれで充電できます。ですから急速充電器で多機能な充電器で根元に挿してここがプラグの形になってますからあのお手持ちのプラグヒーターをつなあのロックするとえっ、ー、と充電が準備ができます。でこちらも、えー、アンペア数迷ったら2アンペアで充電してください。やっぱこういうのを持ってると現場で非常に安心ですね。でこちらはえっ、ー、と汎用になります。あのコネクターの変換コードで。 よく皆さんあのタミヤ型のコネクタをつなげるものはお持ちなんですけどこういう受信機用のバッテリー用のコネクタのはないものですから、えー、と今お持ちのタイプをこう挿してですね、受信機用のバッテリーをつなげるようなあのコネクタもあの、えー、なってますんでなかなかこれをはんだ付けでつけるのなとなかなか大変なものですから。 コードも合わせてますんであのでやりやすいんでエンジンカーやってる人は必ず必要ですね現場で,で一応このようにあの本日は、えー、再入荷品でもうかなり長期欠品の人気品なんかも入ってまいりましたんであのまたこのように入荷しましたらあの、えー、すぐアップしますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あわせてマルサンホビーでではショッピング、アマゾン等で 通信販売も受けたまってますので、そちらの方のご用命もお待ちしてます。ご清聴ありがとうございました。